パガチャンネルへようこそ。スーパーガールズのリーダー渡辺こうめです。よろしくお願いします。今日はリーダー面談をしていきたいと思います。今日はですね、私 あの唯一の同い年メンバーの井上真由子ちゃんをねお呼びしたんですけれども、真由ちゃんはもう結構なんだろう、良くも悪くも、良くも悪くもじゃない、いい意味でめちゃめちゃもう最初のイメージの全く変わらない子が真由ちゃんで、あのとにかくこうなんだろう、自分にないものをたくさん持ってる子で、あの可愛い声と可愛らしい容姿と、あとはこう中身もすごく女の子らしくて、あのこう女子力の高いメンバーなので、そういう一面もすごく尊敬している一人です。呼びたいと思います。まゆちゃん。はーい、まゆこです。よろしくお願いします。まゆちゃんはプライベートでご飯とか行ったっけ？なんか何人かで、うん、なんかお仕事の後はあります。あ、行ったね、みんなで沖縄料理屋さんに行ったんだよ、ね、あ、行った。みんなでご飯食べて、懐かしいね。懐かしい、結構前チームになっちゃうかな、うん、一番最初にこう仲良くなるというか話すようになったのが、うん、あのタイね、あ、フィリピンだっけフィリピン遠征だっけした時に、あの夜にね、あの大人組で、まあ、せっかくだから交流深めようってなって、うんうん、あの一緒にこうみんなで、まあ、大人組だったからお酒も飲もうかってなって、うん、あの飲んだんですけど、まゆちゃんは本当にあのなんだろう、一口一飲み一飲みぐらいでもう十分楽しそうにしてて懐かしいね、なんかね、お酒飲めないけど、うん、一応なんか頼んでみたいなってカッコつけて頼んだけど、ね、飲めなかった。そうだよね。でもなんかみんなであの海の方に、暗かったけどね、夜の海に歩いたりとか、すごい楽しかったよね。楽しかった。まゆちゃんのこうリーダーの印象はありますか？私はカニエット社から言ってるのは、うん、やっぱり顔が可愛い。あら、顔が可愛いのと、やっぱ一番の締め、うん、それはなんか入っても変わらずやっぱりね、憧れるとこがいっぱいある。本当でも逆にそのオーディションから私たち見てて、あの今現在のメンバーというか、何もともといたメンバーを見てたんですけど、その時に私はまゆちゃんがいいと思いますっていう風に言ってるんですよ、もともとずっと。そうで、あの最初の曲もセンター務めてくれたりとか、本当にこうね、4期のこう代表的象徴的なメンバーがまゆちゃんかなと個人的には思ってます。リアル面談は見てくれてますか？見てます。リアル面談見てます。よかった。見てるんだけど、うん、なんかね、何人か見てないんだけど、誰だかな、印象が強かったのが、うん、愛ちゃん。お、愛子。愛ちゃんがなんかもう常に笑ってて可愛かった普通になんか愛子ってあのさ、緊張したりとか、あのこうなんだろう、こわばってる時逆に笑うタイプなんだよ。だから多分すっごい緊張してたんだよね、あの時。でも伝わらないよね、それが。伝わらない、確かに。それすごいいいとこ。可愛くて、うん、なんかもう姉さん気分、親気分です。確かに。でね、YouTube 始まってもう数ヶ月経ちましたけど、YouTube 始めてみて、やってみてどうですか？ね、やっぱり、YouTube めっちゃ見てたけど、うんうん、やってみたら、なんかすごい YouTuber さん改めて尊敬した。確かに。なんか、なんであんな面白く喋れるんだろうって。わかるよ。だってうちらさ、あの最初の YouTube こう開始されて動画見て反省したよね、結構。反省した。いや、全然私たち面白くないと思って。みんな反省してたね。そう、まあ今も面白いかって言われたらまだまだなんだけど、なんかすごいこうなんか、これやばいねみたいになったよね。それになんか、まゆこひどい時一言も喋らず、ここに乗ることがあって。確かに、コメントで似てるってあったね、いっぱい。あれ反省した。今のところで印象に残ってる回とかありますか？ね、うん、激辛。あ、そうか、ね、なんか、うん、激辛は別に辛いの苦手とかじゃないけど、うん、得意っていう印象なくて、なんか思ってるのが、うん、でも食べてみたら、あ、得意なのと思って、あの得意な欄に書き込もうと思って。確かに激辛、だって最初のね、あの激辛対決の時に、あのまゆちゃん辛くないってこれいけるって言ってね、お食事会開いてたので、ね。あとなんかまゆちゃん YouTube 始めた頃に、うん、そのやっぱ大人数で喋るのがこう苦手というか言ってたじゃん、そういうのは克服されつつあるのかな。そう、でもやっぱ最初は、うん、あの普通にそのままいたのね、うん、そのままいたら、うん、あ、全然喋ってないって気づいたから頑張って出るようにして、あとめっちゃ、うん、あのみんなが回してくれるから、うんうん、すごい今はね結構気楽にできてる。あー、よかった
まあ、これから YouTube を通して今後やっていきたいことありますか？これはね、最近思ってるんだけど、肝試し？おー！いや、肝試しが無理なら、うん、ホラー階段みたいな階段以外やりたい。いいね。そう、やりたいの。ありありあり。でもね、スパガメンバーね、うん、苦手な人のが多い気がするの。そしてね、話変わりまして、うん、グループだとメンバーで誰が仲いいかな？でもやっぱり、うん、一緒の関西、神戸出身っていうのもあって、うん、で一緒に住んでた、寮に住んでたんだけど、うん、同じ部屋だったから、うん、かなちゃんかなぽんとやっぱりすごい仲いいかな。確かにそうだよね。前の、 井上真由子クイズっていうのも YouTube でやったんですけど、うん、その時もかなぽんってね、やっぱりね、なんか波長が合うのかな、なんか関西のノリ、うん、関西のノリなのかな、わかんないけど、話しやすい。話しやすい、うん、喧嘩とかはしない？しない。なんか多分2人は、うん、そんなになんか、なんだろう、起伏が激しくないっていうか、うんうん、そう、だから入らないところは入らないし、うん、なんかめっちゃ喋る日、うん、ほんと夜遅くまで、かなちゃんがもうずっと話しかけてきて、いつ寝るのかなっていう日も珍しいねまあるし、うん、全然喋らない日もあるし、いい感じの具合で仲良かった、うん、そうなんだ。なんか、かなぽん曰く、うん、寮とかで、なんか寝言がないちゃんは激しい。寝言すごいね。なんか、なんだっけ、ライブの話してたんだっけ、寝言で。あ、そう、なんかギザギザレボリューションを、うん、踊りながら起きた。そう、それとか、あとなんか朝方からなんかスナック菓子、じゃがりこだったかな、じゃがりこをボリボリ食べてるみたいなこと聞いたことあるね。共同生活もね、なんかもう懐かしいでしょ。懐かしいし、でも楽しかったから思い出したいなって。へ、うん、そうなんだ今後のスパガとしての目標とかありますか？スパガとしての目標、やっぱり最近はやっぱりライブができてないから、中止になったライブとかもあるから、とりあえず目の前の目標はライブをしてファンの皆さんに会いたい。確かに、会いたいよね、全然会えてないもんね。今後のまりちゃんとしての目標ありますか？やっぱり小さい頃からモデルさんになることは夢だから、うん、女性に憧れてもらえるようなモデルの仕事がしたいなって、そういうね、女子力の高い部分とかも YouTube でも発揮してほしいし、まあ YouTube やっていって、これからの YouTube とし YouTuber、YouTuber としての YouTuber としての目標ありますか？ YouTuber としての、なんかやっぱりウーバーイーツとか、言ってるよね、うん、みんな言ってるけど、うん、本当に贅沢だべ食べ、うん、なんか、うん、あれもこれも食べてみたいな、みんなで。確かにいいね、みんなで1万円分のお食事会、うん、意外とすぐ行っちゃうね、1円だと。いや絶対行っちゃう、ね、でも確かになんかそういうのとかもいいし、あとまゆちゃんのこう1週間ファッションコーデみたいなさ別に喋んなくてもいいから、こう毎日こう登場してもらって紹介だけしてもらって登場だけして動画だけ、そう、そういうのでもなんかそのモデルさんの見るのは好きだから、そうだ、ね、そういう枠としてこうおしゃれな部分、スタガのおしゃれな部分もやってほしいなって思うので、これからもやってほしいなと思います。ということで、いろいろお話ししてきましたけれども、まえちゃんはね、これからこうモデルのお仕事に挑戦したりとか、あとグループとしてもすごくこの可愛らしい声が歌声にアクセントになってね、すごくスパガを可愛らしく寄りしてくれてるメンバーなので、今後ともまえちゃんの応援をしていただきたいなと思いますし、スパガの応援もどうぞこれからもよろしくお願いします。ということで、まえちゃんから最後一言メッセージをお願いします。かめちゃんと、対談、対談っていうか、前から嬉しかった、ね、あ、今日は可愛かったです。ありがとうございました。はい、そしてね、締めのこう YouTube の締めの一言、それもお願いしますはい、なんだっけなんだっけチャンネル登録、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。バイバイ。そして次が最後のリーダーメンバー坂林さんになるので、次回も楽しみにしていてください。以上、スーパーガールズでした。バイバイ。